ベタ船山古墳は、熊本県玉名郡名古見町に所在する前方公園墳。清原古墳群の中で、最古、最大の古墳で、日本最古の本格的記録文書である75文字の銀像元名を持つたちが出土したことで著名である。国の史跡に指定されている。この古墳は、5世紀末から6世紀初頭に築造されたと推測され、墳球長62メートルあり、 縦型の集合を持つ。古墳は1873年以降発掘され、豊富な副葬品が出土している。これらの大部分は東京国立博物館に所蔵され、1965年に国宝に指定されている。古墳の周りには炭鉱をつけた武人の石人が配置されている。このような古墳の周りに石人、石馬を配置するという独特の形式は、 石人山古墳に始まり、六世紀前世の岩、富山古墳で最盛期を迎え、以後、消滅する。この岩、富山古墳が527から8年に、山東県と戦って敗北した、筑紫君祝いの墓であると目されている。江田船山古墳も筑紫君一族の配下に連なって、地域の中主町の墓であったことが想像できる。なお、最近の研究では、 この古墳の被装者は3名であると考えられている。銀像岩名大東東京国立博物館像、銀像岩による魚と鳥出土品の内銀作名大東と呼ばれる自家刀には以下の75字の名文がある。立地の刀身の平地には片面に花と馬、片面に魚と鳥が銀像岩で表され、上記の名文は胸の部分に銀像岩で表されている。 名文にある、エロ大王は、エオ、マムシ、ロ、ハと読んで、半税天皇たちひみ派はわけそ日本書記、または、水派別名と長い間推定されてきたが、埼玉県両田市東海山古墳から出土した、金作名鉄剣に、1978年に、若竹けるだという文字が発見されたことから、この文言は、若竹けるだと読むことが分かった。若たるだは、 有略天皇に否定されている。この東西日本の古墳から、同じ王名を記した刀剣が出土したことは、大和王権の支配が広域に及んでいたことを示す。飛創者の無理手、手、ぶり手は、有略の宮廷で役所に勤務する文官、天宗人として使えた。また、東国の東海山古墳の飛創者大明は、宮廷の新鋭隊長、上等、一戸部として使えた。 五世紀中央以降の大和政権は、各地域社会から、出身の大、中、小主長たちを宮廷に出資させ、王権が直接掌握し、和社会を統治していたことが考えられる。なお、金作名鉄権の名分は、両馬権の側面の幅広い部分に大きく、彫られているが、銀造岩明大統の名分は、片刃刀の幅の狭い峰の部分に彫られている。 金作名鉄拳と比べても、反読不明な字が多いことの一因である。大正末期に、日本刀の研ぎ師により研磨されたために造眼が、失われたと考えられている。炭鉱、赤部鎧、昇格付かぶと近藤龍文すかしぼり官房、近藤亀甲文館体金具残血新人ャバ画像、京五館、三国時代以下の出土品が、日越田船山古墳出土品の名称で、 一括して国宝に指定されている。多数の中国、朝鮮系の遺物が含まれていることが注目される。1873年、地元の人物、池田スケジューが夢のお告げを受けて古墳を掘ったことが、得田船山古墳出土品発見の端緒となった。明治政府は、白川県と交渉の上、発掘品をスケジューから当時の金額90円で買い取り、 博覧会事務局に移した。整形をなし、しかも特殊な外観を示し、公園部に組合式系型石棺が置かれ、特に銀蔵岩名の鉄製大刀が出土したところから古代文化を知る極めて重要な遺跡として1951年6月9日、国の史跡に指定された。なお、1975年に実施された枝大地一帯の確認調査の結果、 幅約20メートルの集合が紛糾をめぐる事実が判明したため、翌1976年6月30日には、近接する塚坊塚古墳及び国像塚古墳が、江田船山古墳の月として、国の史跡に追加指定されている。周囲掘削によって、現在は、より小さくなっている。街道の日本史51科の国と知らぬ控え、P70ABC はもと見継ぐ。 島津義明、水野金久、柳高井明、新トピックスで読む熊本の歴史現書房、2007年、32ページ。ISBN 978から4から90万2116から85から4。ABC 松本樹三郎、吉村富夫、街道の日本史51かの国と知らぬ控え、吉川博文館、2005年、第1冊。 70から72ページ。ISBN4 から642062513。古墳時代に用いられた鎧の一種で、竹が短く、鉄、または革製の板を閉、革紐とじまたは秒止めして構成した。築誤し、130メートルやめし、132メートル。造眼された異物のプラズマによる保存処理について、保存科学第34号。 東京文化財研究所保存科学研究センター、ありがとうございます。